天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。マスミです。ちょっと東京駅で来ておりますので非常に騒がしい。すいません。それだからブルンブルンと言うてるのはね、高速バスのおかげです。はい。あ、おかげと捉えていく。そう、高速バス、うるさいと捉えるのか。うん、ね、ありがとうございますって話ですよ。今日はなぜ東京に来たのかと言いますとですね、はい、Aマッソ姉さんとのライブがあったからなんですよね。ありがとうございました。感謝やね。どうですか皆さん、来てくれた方もいてると思いますし、東京、まあ、東京のファンの方もね聞いてくれてると思うから、はい、来てくれたのか配信で見てくれたのか、はい、配信ってまだ見れるんですかね。配信多分ね、そもそも1週間見れたん違うかな。よかったらね見てください。あの正直二度と見れない私たちが見れるかもしれません。いやそうですよ。あ、まあ、ネタバレ全てはしませんけれども、うん、あのね今回のライブっていうのは、はい、私たちはね普段やっぱネタをバーってやってコーナーやるとか、はい、ネタをバーってやってトークするとか、うん、そんなんばっかりじゃないですか。安室奈美恵さんスタイルね。そうそうそう。でもコンセプトライブだったのよ、うん、コンセプトライブ、はい、一個コンセプトを乗せてやるっていうね、なかなかないよね。そうです。だからまあネタバレならんように言うけど、うん、ちょっとお芝居に入ってる感じみたいな感じ、うん、Aマッソさんと同期っていうライブだったんです、うんうん、はい。だこの辺りがどのように展開していくのか、はい、で、うん、ネタ数で言ったらむっちゃやってんすよ、はい、正直6本ぐらいやったんかな、6、7本、6本かやってるねぐらいやってるし、うん、まあ、あのユニットなんかもありましたから、はい、よかったらちょっとご覧いただきたいっすね、うん、いや最初で最後の感じのネタかもしらんよ。せやな、普段私たちがやらないことをね、うん、まあ斬新でした。力を借りてやりました、ね、ご提案してもらわないとなかなかしないタイプのジャンルですからね。よかったらちょっと見ていただきたいなって思いますけど、はい、ねえ、Aマッソさんってやっぱ会うたびに思うけどさ、うん、小柄ですよね。キャシャいよね。なんかほんまに2人ともめっちゃちっちゃくて可愛いねやんか。めっちゃ可愛いしさ、うん、なんかだんだん綺麗になってはるよな。あーやっぱね、あの子ら綺麗もんね、うん、元が綺麗かったけど元が綺麗やからな、多分な、愛されてな。うん、あ、ご結婚もされましたしね、うん、そうですよ、ほんまにな。なんかキラキラしてるよね。うん、我々はちょっとパサパサしてるやんか。パサッティな一面があるよな。バームクーヘンみたいなとこあるやん。そうそうそう、喉乾かすねん人の、うん、だってエンマーソさんは2人とも、うん、あのスネが毛羽立ってへんと思うねん。はいはいはい、うん、私らってやっぱスネ毛羽立ってるやん。うん、毛羽立ちっていうの、保湿不足でやっぱなんか、うん、うん、いつも綺麗なと思いますね。そうやな、うん、羨ましい、羨ましいね。でもやっぱ楽しかった。いやしかもね、来てライブっていうのが前代未聞の初体験やったんですけど、うん、はい、まあ2公演、その単独ライブみたいなことを、同じ公演を2回やるっていうね、うん、その普通の寄席の何ステージ、はい、6ステ7ステとかそんなんをやったことあるけど、あれはやっぱ出番1個ですから、言ったら90分かけ2フルで、はい、これはないですよ。なかなかなかった。ちょっと初めてやからさ、うん、結構体力すごいっすよね。いやそうやな。でもエマソさんは単独を、うん、その形でもやってはるじゃないですか。そうだから毎回2公演を3 days とか、うんうん、やってはる、やってはんのよ。これヘトヘトやで。あんな小さな可愛い体がね、そう、ほんま満身の総意よ。だって単独ライブやったら余計やな。一応2組おったから今日は、うん、まだマシですけど。そうやな、一組だけで90分公演通してかける何日って、うん、ほんまやわ。とんでもない、とんでもないけどさ、うん、やっぱあのお芝居の人とかもそうじゃないですか、うんうん、新喜劇の人とかも結構出ずっぱり時間長い。そうやな、一日何公演って、うん、あれほんまや。新喜劇なんかよう考えたらさ、うん、ほぼほぼ60分ぐらいあるやん。ある、かけ4やもんな。やばい。土日座長さんとかはもう常にこうツッコミの、うん、得た回しってできひん時間がずっと続くから。でもスッチーさんにこれめっちゃしんどないですかって言って、4公演、うん、いや慣れたらいけるでって言ったで。ほんま？まあその出ずっぱりやけど、うん、自分が喋らへんターンとかもあるからって言ってはったけど、それでもセリフ量多いしさ、うん、ドリルせなあかんし、そうや、アメちゃん巻いてほしいしさ、そう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 、スッチーさんなんかやることいっぱいあるねんから。そうそうですか。いや初めての体験でした ねなかなかハードでしたけどいい経験です。そうやな、うん、これちょっと一回やってみてもいいかもしれんけどな。なるほどな、うん、まあでも、ああそうか、まあ 2days とかやったらいいかもしれんけどな。
そうやな、うん、まあ、結構なやっぱもったいないやんか。そうや、ね、単独ライブって一発しかやってないやん、うん、まあその後しこたま寄せでやるんすけど、うん、あれって結構そのあのなんていうのおしゃれシャレシャレのタイプやったら、うん、まあ、別に1回でええねんけど、はいはい、例えば NGK とかルミネでやったタイプのこの普段やらんこととかショーも含めた単独は1回公演って結構確かにもったいな い, い, ないやん。もうだって DVD にしてみんなに自分で送り届けたいぐらい、そうそう、みんなに郵送したいぐらいね、うん、確かにもったいないな、ね、そう考えたら 2days とか、うん、まあ、2ステとかそういう、うん、まあ、60分やったらもうちょっと短いやん、はい、そうやな、で我々単独やったら V も挟まってるし、うん、その感じやってもいいか、まあまあ実験的にですけど今日は勉強になりましたので、はい、すごく楽しかったです。ありがとうございます。配信でぜひねご覧くださいましね。そうですよ、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。やっぱほんで、うん、A マッソさんと一緒でやるからね、うん、我々としてもこの自信のあるネタ持ってきますしね。コンビネタもさあすやん、これを見てえなこれね、 A マッソさんのファンに天才ピアニストは面白いと知らしめたいし、そう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 、 A マッソさんに笑ってもらいたい、そう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 、うん、見てくれたしな。それでほんでケータリングのお弁当美味しかったね。いやびっくりしたあれ、吉本とちょっとね吉本の悪口じゃないですけど、うん、そんなんありえへんねん別に、主催ライブで会社がお弁当用意するってないやんか、うん、これすごいよ、うん、まあ、そんなんしてたら吉本の場合芸人が多すぎて破産するかもしれないですけど、うん、そうなんかしかもめっちゃ可愛いオムライスの弁当、タコライスとかね、うん、それを用意してくださってて、うん、それをみんなの分、スタッフさん、そうですよ、みんなの分、うん、ありましたから ね, ね、これはって言って早速テンション上がったもん。ついてあるやん食べもんってなったよな、うん、めっちゃ嬉しかったです、うん、本当にね、ありがとうございます、はい、全然違いましたけどね、うん、さあお便りいただいておりますので、はいはい、ご紹介したいと思い、うん、ます、ます、どれ読もうかな、うん、あちょっと今日のやつ来てくれてる人います、ね、あもう早速ちょっと待って、お尻もっちりグミ太郎来てくれてる、お尻もっちりグミ太郎待ってました、うん、会場で拝見しました。はい、ルミネ単独に続き東京で天日のネタが見られて嬉しかったです、うん、A マッソ名物キャットファイトを存分に浴びたようでしたが、うん、お体の方は大丈夫でしょうか、うん、主にますみさんということでまたライブやラジオでコラボしてくださるのを楽しみにしてます。 ありがとうございます。やっぱどの芸人さんとコラボしても楽しいですけど、うん、女芸人同士のコラボって喜んでくださる方多いですね。そうやな、米田ちゃんとの時とかも思いましたけれども、うん、なんやろな、うん、なんかまあ微笑ましく見てられるっていうのっていうことなんですかね、うん、なんかねやらしさがない、そう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 、うん、ニコニコ、みんなキャットホワイト好き、うん、キャットホワイト好きやっぱ見応えあるもんね、うん、金払いたいもんねさあそして畑倉さんはご相談いただいております。はい、私の職場の上司は本人がいないところで容姿ディスをすることが多いです、うん、その場の雰囲気を壊さないように笑って聞いていますが、だんだんそんな自分が嫌になってきました、うん、お二人の周りにはそんな人がいますか、そんな時お二人ならどのように対応されますでしょうか。うん、これはね、あの結構あの嫌やなとか、はいはい、あのもう喋りかけてほしないなみたいな人おるじゃないですか、うん、その言うてくることが嫌だって言う人おるじゃないですか、うんうんうん、はい、そういう時は私は割ともう顔に出しますね。なるほどな、もう喋らない、うん、あの明らかに向こうが悪ればいいね。容姿ディスっていうのは自分のこと、いや違うと思う、人のこと、うん、その場におらん人のことやな、そうそう、その場におらん人の容姿ディスをするっていうので悪質じゃないですか、うん、そもそもでそれがやっぱその人なりの面白って勘違いしてると思うね、うん、ああ分かる分かる、いじる自分みたいな、うんうんうん、っていうので、あのだからね、笑ってる限りやっぱ続くと思うんでね、笑っちゃうともう共犯ですからね、うん、そうそう、だから畑倉さんもそれに嫌気がさしてるから、うん、でまあその笑う空気なんでしょう、ほんでその上司がムードメーカーなんでしょう、うん、なんとなく、はい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 、だけどその葉桜さんが違うと感じてんやったら、うん、もう昨日の今日でコロッと態度を変えてもいいと思いますよ。そやな、昨日まで笑ってたとしても、うん、今日から私はもう笑いませんと言わんばかりに、うん、みたいな、なるほどねみたいな、うん、とかもうでもないないんですけどねとか、もうちょっと反論気味のこと言っちゃうとか、うん、まあ確かにその場の空気を崩したくないっていうのはめちゃくちゃわかるし、全然あるんですけど、うん、まあ、そういう、まあ、その1回2回だけじゃないってことやもんな、きっと毎回あの人さ、もう、そうなんでしょう、お箱なんでしょう、うん、いやデブすぎるやろみたいな、とかとか気持ち悪いみたいな、ハゲ取ったなとか、うん、そんな言いたいんでしょう上司は、まあ、ちょっと言いたいな、えちょっと言いたいの、どっかへ行けどっかへ、やっぱ私ってツルテンピーカン好きやんかまあまあその可愛がってるっていう感じではあるんだけどな、そう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 、うん、愛情は深いよね、うん、そう、まあハゲてて気持ち悪いとかはないけどな、もちろん、うん、なんかそれはあのてかそうです、なんかこの人と絡んだ嫌なこと言ってくんなっていう人おるじゃないですか、一旦顔に出してみる、うん、私はもうそのハハって
会話あの別に嫌なことを言い返しはしないけど、うんうんうん、もう会話したないですわの空気は出しちゃうな、うん、はいはいはい、うん、それでもう寄ってこない、だってもったいなくないですか、我慢して、そうやな、いらん人と喋ってる時間って、そのなんかそうやな、無駄な時間過ぎてるな、ね、まあ多分このお仕事上非常に親密な方なんでしょう、うん、はいはい、この連携取ってやらなあかんからなかなかね、うん、その人をピャンってやるの難しい、うん、私らは別に一人ぐらいピャンってやったって、うん、またなんとかなるんですけれども、だからその今の会話をちょっとこう遮ることで他の仕事がやりにくいとかってなんねやろうな、なったりね、そのこいつノリ悪いわみたいな、良くなくなったり不利益を被るっていうこともあるんでしょうけどね、うん、難しいとこやけどな、あ難しいね、うん、これは非常に難しい問題ですけどね、まあ、かまあ一旦一緒に笑わといて、はい、笑そんなギャーって笑う普通は絶対ないけど、はい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 、えーみたいな、いやでもね、なんかそうええー、とこ言ったろとかな、はいはいはい、うん、せやなか、うん、まあ、あまりにもひどかったらそのひどさレベルがもしかしたらめっちゃひどいんかもしらんから、なるほどな、そのあまりにも容姿、うん、いじりというかもういじめぐらいの感じで、はいはいはい、で思んないっていうね、うん、うん、ただいやもうあんまりそんなこと言ってあったらもうそんな言う人が帰ってきますよ、自分に帰ってきますよって、確かに、うん、ちょっとポップな感じで、うん、あの地獄に落ちますよって、うんうん、細木和子さんやないけど、ないけどほなさよならそれはいいかもしれない、ちょっとポップに言い返すっていうのはいいかもしれませんね、うん、いやちょっとあんまそんな言ってたら何々さんもどっかで言われたらどうします、うん、みたい な、うん、なぐらいのなんか、うんうんうん、そうやな、それぐらい感じでな、ポップに言えたらいいよな、言っちゃってもいいかもしれません、うん、それで上司の雰囲気が変わったかどうか教えてほしいですね、はい、ちょっと真横にね、ちょっと外国人がね、おそらく、うん、非常識な距離感で、ね、はい、うん、すごいすごい、サッカーおばさん以来のね、うん、サッカーおばさんは声も入ってましたけどね、はい、まあ、大丈夫ですよね、はい、うん、ということでよかったらちょっと葉桜さん試していただいてね、うん、改善したらいいなと思いますけど、ね、そんなしんどいことにね、はい、向き合ってる時間がもったい、あ、そう、おやすみなさい。チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな、私もすんのよ、登録してみたらどう？どう？